今回は第25回高輪交通安全フェア品川クラシックカーレビュー in 江南の模様です。6日から始まった交通安全運動の一環として全日本脱炭会と共同でここ JR 品川駅江南口の広場でなんと4年ぶりに開催されました。このイベントは全日本脱炭会副会長の湯川隆さんの司会で始まりました。そして通行人が驚くような元気のある佐々木徳次郎会長の挨拶から始まりました。高輪警察署長の挨拶の後は一日署長として春名愛さんが務められ挨拶がありました。参加者全員での記念撮影の後はパレードです。ここではまず参加された警察車両と全日本脱炭会のメンバーの個体をすべてご覧いただくことにしましょう。天皇陛下や外国要人の来日などにしか使われないサイドカーが先導してパレードが始まりました。吹奏楽に続いてはいよいよクラシックカーがスタートします。ここでは14台が走りました。
いかがでしたでしょうか。羽田空港に近い品川駅とあってか、さまざまな国の旅行者が多く、オーナーさんに話しかける姿が目立ちました。